さあ、ここからがハイライトだ。仮面ライダーダブル放送当時ってどういう反応だったの？に対する、ネットの反応をお送りするよ。わしはインターネット老人じゃけど、にわはヒートジョーカーがハードボイルダー乗ってるところのバレじゃった。わしもネット老人じゃけれど、ディケイドが夏みかんした怒りが全く冷めてない状態でこれがお出しされて、ダセイダセイライダー終わった。ふざけんな、なんだあの顔だけ怪人はと、それはまあバリ雑言の嵐じゃった。1話はダッサ、の連呼じゃった。デザインに文句垂れてた人が多かった印象はある。ジョーカーエクストリームがダサいのは認めるしかねえよ。必殺技が真ん中から割れて2連キックなのは好きになった今見ても、ダサいかなって思うから、賛否あっても1話の拒否反応でそこだけはすごかったね。平成ライダーがだいぶマンネリ気味だった空気もあって、風の街と探偵設定は序盤だけですぐいつもの平成ライダーになるんだろと言われておった。キリヒコが退場してテルエが出る頃にはすっかり好評だった。シンプルで初代オマージュみたいなデザインでいいじゃん。なんか機械ダーっぽいな。緑のライダー？黒のライダー？わしは面白いけどヒロインがブスで途中で耐えられなかった。ヒロインがブスだし性格ひどいし、演者が2ちゃんの女神だし最悪だと思ってたけど、あんなにいいキャラになるとは。この所長って子が今回のヒロインか、性格きつくてなんか、おやっさん枠だわこの人。思い返すと半分こきとティラノの顔だけ怪人の1話で荒れるなって方が無理だな。待てよ、ティラノの顔だけ怪人の本格登場は2話からだろ。雑誌バレとかだと頭だけのスチル乗ってたよ。初見はピンとこなかったけど、オープニングの風にたなびくマフラーを見て好きになった。逆に自分は随分まともなデザインできたなってなった。 A to Z のジョーカー出た時がめっちゃ不評だった。手抜きすぎんだろ。ジョーカーの銀ラインあったから閉まってたんだな。また手抜きリペかよとか散々だった。嘘だろ、あんなにかっこいいのに。映画見てその意見出てくるのも早アンチに足突っ込んでるだろ。当時からいたのかリペイント許さないマン。まあジョーカーのリペイントとかではないけど、っていうかその感想絶対叩き棒に使いたいってだけで、ジョーカーのことも大して好きじゃないよね。黒一色のジョーカーだけってのも、ディケイドのファイナルフォームライドでやってたのもあって、もうネタかぶりかよ、みたいな反応もあった記憶。実際公開されたら手のひらリバースだったよ。ネガティブ発言はバレ出た頃だったかな。サイクロンジョーカーゴールドエクストリームも自動詞の簡素な合成写真でのシーン再現だったから、まあ反応悪かった。まさかあんな痛快逆転になるとは思いもよらなかったんだろうな。合体したら一人は寝ちゃうってどうなのよ。前情報なしの序盤はまあ拒絶反応出るよね、とはなる。所長のリアクション今風すぎてしんどいし、序盤はまだフィリップ演技あれだし。面白いのが始まったな、と思った。実際期待以上の作品を出してくれた。菅田将暉でかくなりすぎだろ、身長も知名度も。確かにディケイドでテンションは下がってたけど、今回はちょっと面白いじゃんとは思ってたよ。オープニング初っ端のマフラーひらひらさせながらビルの上で踏ん張ってるところ見た瞬間、俺はこの作品に1年ついてくって決めたね。映画でラスボスボコって変えるのはどうかと思った。今見ると色が分かれたのもすごくシンプルなデザインなんだけど、それが逆に斬新に思えた。ジョーカーなんてアホほど盛り上がったのに。ゴールドエクストリームの方が手抜きだろ。ディケイド最終回の映画に続くで、ふざけんな状態の後に掴みバッチリの前後には出してくれたから本当によかったよ。フート探偵が連載スタートした時も驚いたなぁ。しかもアニメ化までしてさらに驚いた。ライダーキックは今でもダサいと思う。でも、マフラーなびかせて乗るバイクは平成ライダーダントツのかっこよさだと思う。序盤見直すと他はともかく、フィリップは須田くん。ってなるって所長も言ってたな。さあ、検索を始めよう。でも初期須田の演技の荒れさが、まだ人間に足りてない初期フィリップに合ってたとこはあると思う。こなれてきたのが人間味が出てくるのとかみ合ってきてていい感じになっている。ウルトラ銀河伝説の坂本浩一がライダー撮るの、しかも映画も。ディケイドのあの終わり方から、次週本当に何もなかったみたいに全く新しいライダー始まって、マジかよ、本当にいいの。ってなんか変なワクワク感を覚えた記憶がある。ジョーカーエクストリームは使用回数の時点で制作側も察してたんだろうなって。
見てるとエクストリーム出るまでは、トリガーでのとどめがいように多いような気がする。まあ便利だもんなトリガー。なんか妙に惹かれて PV 何度も見てた。オープニングの冒頭で完全にハート仕留められた。事前発表の半分小色になんかぬめっとした質感で、仮面ライダー終わったな。って感じからのオープニングがめっちゃオシャレでキャラ立ちもいい。最後の真っ二つにえ。ってなるのは様式美。未だに足回りがブーツ状じゃなくてぬるっとした感じの違和感が拭えない。本編の大事な序章ってのはわかるんだ。でも本編でビギンズナイト連呼しすぎじゃね。映画の反則期間終わったらパタリと言わなくなるぞ。毎作ネタキャラみたいのを祭り上げたい気持ち悪い奴らがまだうるさかった頃で、1話進むごとに〇〇のホームは出番が少ない、〇〇のマキシマムドライブは出てないみたいなカウント表とか作られてたな。終盤にはすっかり黙る羽目になってたけど、今でも機会があるとサイクロントリガーがどうとか寝言言い始めたりして。デザインはシンプルでかっこいいと思った。ジョーカーエクストリームは、うん。ジョーカーエクストリームはまあうんってなるけど、ダブルでしかできねえしな、この無茶苦茶なやつともなる。ルナトリガーは初期フォームで出しちゃいけないチート性能、それを前段回避したゴキブリ強かった。オープニングのイントロ部分で好きになってしまった。オープニングは今でも一番かっこいいと思う。テルイが出てきて、立ち入り禁止テープ張り巡らされるバージョンも気持ちいい。イントロはこれとカブトが2トップだと思う。めっちゃ印象に残る。変身のポーズは1話から決まっててすぐ好きになった。1話冒頭の今から名作が始まります感すごい。夏映画で出た時と雑誌の情報だとクソダサだったけど、本編始まったらオープニングから2秒の時点で全員の評価がひっくり返った。アクセルが本当に頼りになる。オープニングはテレビ版じゃ聞けない。そこに人がいなくちゃ街は空虚な箱さ。って歌詞が好き。当時の反応じゃないけど、半分こキックはともかく半分こパンチはかっこいいと思ってたから、割と賛否あるようでびっくりした。サイクロンメタルとかいう超便利な弱フォーム。この弱フォーム言うほど弱くない。ルナの能力が予想外すぎて一番インパクトでかかった1話だった。相性良すぎてもそれがアダになるヒートトリガーとかもあるし、相性が良くないことイコールデメリットではないのよな。何かしら噛み合う場面は必ずある。当時半分子にできるフィグは売り出してたから、これのためにライダーキックも半分子なんだなって、ファイナルフォームライドについてフィグは売りたいんだなってのは感じた。その割にリボルラリーのスケールが違うのは謎だったけど。怪人のデザインは良かったよ。ハーフボイルドさで自体が良くも悪くもなるのが好きだった。スカルもエターナルも劇場版ライダーがここまで人気出て、演者さんも長く作品関わってくれるのあんまりないよね。1話見た時は、最強フォームは地球の記憶で強化するってことしか予想当たらなかったな。2話構成は離脱する視聴者多いだろうなとか言われてた。当時子供でディケイドがあまりに早く終わって悲しかった。けどまあガンバライドで使えるしいっかってなってた。ストーリー自体は現代と同じく評価されてたと思うよ。しっかり探偵もののドラマっぽく作られてはいるし。ジョーカーエクストリームは最初びっくりしたけど、後のジョーカーストレンジやグレネードを見てかっけーなって、なんだかんだついてきた。放送当時といっても、前情報出たばっかりと実際放送された時点でまた結構違うんだよな。最初はネットのデザイン酷評で見るの敬遠してたけど、たまたま早起きした日曜の朝に見た悪夢な H でドハマりしてから15年間ずっと好きです。ダブル特有の流れるようなハーフチェンジバトルに見せられて、なんだ、子供向けかと思ったら普通に面白いやん、となったの今でも忘れない。キリヒコのいたシーズンはなんこいつスカしてる、好き、テルイが出てくるとなんこいつスカしてる、好き、定置エピソードで手のひら返される様が次々見られて面白かった。いざおやっさんメインの話が出たら、しっかりハードボイルドでびっくりした。それでいてシンバルキック仕込んでるのいいよね。フォーム数とライダー数のバランスはこの時代あたりのが一番良かったと思う。シリヒコさんは絶対ネタにされただろここで。テラーだったかタブーだったかの、砲弾で攻撃されるのを変なポーズで避けるシリヒコさんもすごい流行った記憶ある。その名称が残ってる時点で察してほしい。死んだ後でも出番生えたのは予想外だったよ。冬映画までキャストが決まってないので本編では意地でも顔が出ないおやっさん。そうだったの？
テレビ版と冬映画でビギンズナイト撮り直してるから、アクターがやってるテレビ版はおやっさんの足がかなり短いぞ。おやっさんももともとは割とハーフボイルド気味なのがいい。翔ちゃんも本編終盤で危うくハードボイルドになりそうだったのがまた良い。翔ちゃんが足でワード集めて、フィリップが検索犯人突き止めてメモリブレイクで解決ってフォーマットが優秀だったよね。探偵ってありそうでなかったのが良かったな。子供にもコナンとかである程度知名度ある職業だし、